県迎え員は、京都市北区高根にある、天台系の寺院で、浄土新州遣い迎え員派の本山である。本尊は、釈迦如来と、阿弥陀如来。この寺は、1201年九条道家の回帰、昭空の解散により、釈迦と阿弥陀を本尊として、現在の京都市東山区本町19丁目に、創建されたのに始まるが、道家の祖父関白、 九条ざねが、研究五年、釈迦阿弥陀の像をその別邸である、月林殿に祀ったのが、そもそもの起こりである。1583年には、寺の敷地が秀吉により、大仏殿の敷地と定められたため移転を余儀なくされた。移転は、大仏殿計画地が、渋谷仏、三寺境内に変更されたため中断されたが、一連の、経緯の中で二次に分かれることとなった。 そのうちの一時はそのまま残され、次元院と寺名を改めたが、その後9名に福祉上土州西山前林寺派の寺として現存している。もう一時は、現在の上京区寺町通り広小路登北の編町に移され、天台囚人院となったが、この寺が現在の県務会院である。1955年。 敷地を学校法人立命館に売却し、防止参加の山荘であった、現在の寺地へ移って一派を形成し、浄土新宗使い迎え引破の本山となった。いかめしい長屋門と書院は、その山荘にあったもので、もともとは、備中高松城の遺構を移したものである。松寺数は多くはないが、淀ドのゆかりの寺として知られる、東山区の妖下人は、 剣迎え因波の寺である。寺名の剣迎えは、初見の釈迦と来合の阿弥陀、つまり、西方極楽浄土へ送り出す釈迦と迎え取る阿弥陀の両如来を本尊とすることによる。ありがとうございます。